やり直し裁判で無罪となった袴田巌さんの生涯を描いたドキュメンタリー映画が公開され、昨日静岡市で監督が舞台挨拶をしました。作り話をするようなことはないだもんって、率直な人間だもん。今月19日から全国で順次公開されているのが、死刑判決を受けながら先月やり直し裁判で無罪が言い渡された袴田巌さんを主人公とするドキュメンタリー映画、剣と祈り、袴田巌の生涯です。昨日静岡市清水区で笠井千明監督が舞台挨拶を行い、映画制作に込めた思いを話しました。兄弟枕を並べるだけの、もうただそれだけのためだけに、もうどんな長い年月が必要だったのか、それをどれだけ願っても今までどうしても実現しなかったということに、ものすごいいろんな憤りですとか悲しみとか、もういろんな思いが湧き上がってきまして。剣と祈り、袴田巌の生涯は県内では5カ所の映画館で上映される予定です。